干潮水位を迎えましたボートレース小島シリーズ3日目の戦いは序盤戦が続きまして3レース予選競争の開始です。1号艇には原義明、2号艇には井上大輔、3号艇には森貞浩二、4号艇森谷大地、5号艇には井川雅人、6号艇には東健介、以上6選手が対戦する3レース予選競争です。このレースも新入6メンバーそれぞれ枠を生かしていきまして1、2、3、4、5、6、白の勝負服での登場となりました。今日ここ1走入魂1号艇ベテランの原の引戦となります。2コースが2号艇の井上、センター3コースは人気の軸は3号艇の森貞。昨日の1回走り2コースから察しまして目下初日後半から連勝中、4コース引っ張って角1シンペラで戦う4号艇の森谷、5コース5号艇の井川、サイアウト6号艇の東です。進入スタイルは3対3の枠なり、インには1号艇原、角には4号艇の森谷、人気の軸3号艇森貞、角受け3コースから。第3レースは予選競争、インコースから1番2番3番4番5番6番の体型スタートしました。1コースが0台スタート、1号艇原、3コースが3号艇の森貞、一種の1枠お尻体制、1号艇原吉明、3号艇森貞まくっていく、内相手2号艇の井上、5号艇以下は4号艇森谷、6号艇の東で向こう正面です。トップレスは1号艇2号艇並走、インコース2号艇の井上、アドコース1号艇原、3番手様3号艇4号艇接戦で、その後方は6号艇東5号艇以下は一緒にコロナの世界スタートは正常、トップ世界2号艇の井上握って1号艇原、アウト待って展開待ってくる3号艇の森貞、クッと4号艇の森谷、切り込んで6号艇の東です。先頭は2号艇井上、2番手が1号艇原、3番手アウト回って3号艇の森貞、右上通って6号艇東がやってくる、レースは2周目の1コーナー、3番手が潜り込んでは3号艇6号艇やってきた、1号艇原は握っていくがちょっと前へ行き場を失って、いや展開を割ってくる、右上を作って5号艇井川と4号艇森谷、2番手は1号艇原ですが3番手は4艇へ並走、インコース4号艇森谷、アドコース6号艇の東、真ん中通っては5号艇井川と3号艇の森貞、レースは2周目の攻防戦、小さく込んで4号艇の森谷、5号艇の井川握って刺す刺す、3号艇の森貞、6号艇東スタンド川、3番手は3号艇川で並走、インコース3号艇の森貞、アドコース5号艇の井川からもうかというのは6号艇の東、レースは残り1周、先頭は2号艇井上、2番手が1号艇原、3番手くるっと6号艇東先行し、3号艇の森貞握って刺す5号艇の井川でバックで入りました、3番手は3号艇5号艇の着戦者は、インコース来るか来るかどうでしょうか、5号艇の井川、アドコース一定したいで3号艇の森貞、もっからところ2対13、ラストコーナーの世界、先頭は2号艇井上、2番手が1号艇原、3番手内5号艇の井川先行し、差し返す3号艇の森貞浩二、3番手は3号艇5号艇の直線勝負、まもなくゴール、先頭1番の井上ゴール、2着1番の原、3着は3番森貞降臨、5番の井川、6番東ラスト、4番森谷ゴール、なお3連単2対1 30.1 倍です。以上小島第3レースでした。第3レースの確定です。1着2番、2着1番、3着3番、以上でございました。ボートレース唐津6日間シリーズのモーニングレース、朝から唐津ズバッと鍋チャンネル杯、本日は予選最終の3日目、レースはこれから後半戦に入ります。まだ向かい風の競争水面です。予選競争第7レースの対戦メンバーは、1号艇岡山原義明、2号艇福岡富永太一、3号艇東京高橋秀幸、4号艇福岡浦部和馬、5号艇福岡三河隆明、6号艇埼玉小黒龍を、以上のメンバーです。5号艇の三河隆明がコース内側につけてきています。1号艇の原義明、イン1コースバランスが取れてまずまずの動き、18号機ここではリング2本を変えてきました。
2号艇の富永太一2コース初日連勝でした。出足のいい高パワーモーター17号機です。この中で展示タイムトップ。3号艇の高橋秀幸3コース、ここまでオール船券絡みです。スタートのタイミングも非常に早い高橋です。後ろ引っ張って4号艇の浦部和馬稼働4コース、5コース5号艇の三河隆明枠番通りです。こちらもスタート上々です。6コースが6号艇の小黒龍吾、モーターはまずまずの動き。進入体系はインコースから1番、2番、3番、4番、5番、6番です。スタートしました第7レース。3コース3号艇の高橋がわずかに好スタートです。さあ1周1マークの攻防はまず1号艇の原が逃げていく。3号艇の高橋が3コースからまくり出す旋回です。1番のインコースへさき届かせようとしてくるところです。スターター前提正常でした。1号艇の原吉明、そしてまくり足入れてきました3号艇の高橋秀幸。3番手は2号艇の富永が優勢。1周2マークは3号艇の高橋が先に回って、1号艇の原の差し返しは届きませんでした。先に待って3号艇の高橋秀幸が単独のトップ、交代した1号艇の原2番手です。そして3番手は2号艇の富永がキープをしています。レースはこれから2周目です。2周1マーク先頭3号艇の高橋秀幸、2番手1号艇の原井義明、3番手が2号艇の富永太一と回りまして向こう上面へ。上位の体系は3番、1番、2番です。2周2マーク3号艇の高橋秀幸がトップで回る。1号艇の原義明2番手、3番手で2号艇の富永太一とホーム側に移ります。先頭から3、1、2でレースはこれから最終周回に入っていきます。3号艇の高橋秀幸、3コースからスタートもよくまくり出しをぐいぐいと入れていきました。シリーズ2勝目となっていきそう。今日はこの後第11レースも控えます。そして1号艇の原吉明イン残して2番手、3番手は2号艇の富永太一です。3、1、2この組み合わせ3連単のオッズ 18.2 倍を示しています。後ろは5号艇の三河隆明、6号艇の小黒龍吾、最後方に4号艇の浦部和馬。最終コーナー3号艇、1号艇、2号艇と折り返し、第7レースまもなくゴールを迎えます。先頭3番ゴールイン、1番ゴールイン、2番ゴールイン、5番ゴールイン、6番ゴールイン、ラスト4番ゴールインです。第7レースの確定は1着3番、2着1番、3着2番以上でした。4日目のモービー戸田杯第10回大谷さんカップ、朝から追い風が続く水面状況となっています。前半最後の一戦6レースの一般戦を迎えました。対戦メンバーは1号艇岡山原吉明、2号艇東京磯村匠、3号艇埼玉佐竹勇樹、4号艇兵庫柴田浩二、5号艇長崎吉田一郎、6号艇愛知真野和則以上の6名です。コース争いはここも動きはありません。今日2走目となります内枠勢、前半戦2着でした1番の原、シリーズこれが初の陰線となります。ここは持ち味生かしたい枠番1番の原1コース。2日目はスローの2走、スタートは決まっていました2コースが2番の磯村、そしてこのレース後半の準優メンバーは3人、安木明も大崩れなく勝ち上がってきました3番の佐竹が3コース、
4コース角1は連日の整備続きました。4番の柴田、昨日2連帯ポイントアップは5番の吉田が5コース準優2号艇を控えます。6コースに6番の真野、進入インコースから1番2番3番4番5番6番です。スタートしました。少し1コース1番の原遅れました。2コース2番の磯村が好スタートも伸び返して1番の原、それでも2番の磯村まくってきますが届きません。内が空いた3番の佐竹、1番の原は流れてしまいまして差し切りました。3番の佐竹が先頭、続いて差してきた4番柴田、2番手1番の原をかわしていきます。その後ろ内からは5番の吉田も続いています。スタートは前提正常でした。2番手ラスイは5番の吉田が2マークは先取り、この外から4番の柴田がつけまいでかわす、抜け出しました。2番手は4番の柴田、そして5番の吉田、3番手ラスイですが内から1番の原が並びかけます。レースは2周目、1人抜け出して独走は3番の佐竹、後手進リード。さあ2番手内側へやってきた1番の原が先に丸1マーク、4番の柴田ここは差し返しました。2番手取り返します。4番の柴田バックストレッチではまだリードは2手進ほどです。1番の原3番手、その後ろは3手進と差が開きました。4番手は5番の吉田、2番磯村が接戦の展開です。2周の2マーク、2番手4番の柴田ここは振り切っています。1番原との差は3手進ほど、4番手ラスやや抜け出してきた5番の吉田ですがまだ3番手とは3手進と差があります。2番の磯村は5番手、最後方に6番の真野が追走です。3番佐竹先頭、最後のバックストレッチへ2番手4番柴田、そしてここも3番手は1番の原が守ります。5番の吉田4番手変わらず、この辺りでも 3,4 番手差は3手進ほどと開いています。これから最終ターン幕へと移ります。先頭3番の佐竹シリーズ、これが2勝目で順位に弾みをつけます。4番柴田2番手、3番手は1番原守りきります。3連単の3番4番1番 37.9 倍、先頭3番佐竹合輪、4番柴田合輪、1番原合輪、5番吉田合輪、2番磯村合輪、6番真野合輪。展示では2対4のスタイル、本番でも早速コース争いは動きが出てきました。第4レースの一般戦です。対戦メンバーは1号艇岡山原義明、2号艇兵庫茂木照彦、3号艇愛知松浦勝、4号艇大阪新田智明、5号艇福岡原田藤雄、6号艇埼玉中田幸、以上6名です。真っ先に回り込んできました5番の原田、その動きに対しまして1番の原は早めにスタートライン方向へ先を向けています。スロース行き現時点では2艇、後ろ4艇が横に流してどうやら船引く構えです。1コースは1番の原、昨日に続いての陰線となります。少しプレッシャー受ける形、2コースに5番の原田、そしてスタート展示と同じく3コースの角に持ち込みました2番の刺激、2番の刺激が3コースの角、4コース3番の松浦、昨日の準優メンバーただ1人4番新田が5コース、6コースに6番の中田と決まります。スロース行き2艇で進入体系はインコースから1番5番2番3番4番6番です。スタートしました。1、2コース2人揃って好スタートを決めています。ダッシュ勢届きませんでした。1周1マーク、それでも遅れた位置から2番刺激のまくりですが届いていません。1番の原が逃げる、内をついては5番の原田、4番新田が伸びてきている。先頭争いは1番の原の内、さあ2人のへさきですがかかっていません。この辺りでは1番原が伸び返します。スタートは前提正常でした。
2マークはトップで1番の原、2番手は杉は5番の原田の外を回る2番刺激は届かず、内をついてくるっと小回りから4番新田が抜け出してきました。5番の原田は2マーク流れてしまいまして3番手は杉に交代、ここに6番の中田が指してきまして3番手並んできました。2番手はここで4番新田が抜け出す展開で2周の1マークです。3番手は6番の中田に内から2番の刺激、この内を捉えようという5番の原田はやや振り込んでしまいました。ここで3番手は6番の中田が一定審判とリード、内から追いかけるのが2番の刺激、完全に5番の原田は離されました。最後方に3番松浦追走です。2周2マーク3番手6番の中田、さあ角度をつけて内をつく2番の刺激、差を詰めていますがまだこの辺りでは6番の中田が一定審判リード。レースはこれから最終周回です。先頭逃げました1番の原、リードは4点し、2番手が4番の新田、3番手最後の1マーク6番の中田に対してもう1回2番の刺激が内をついて、だいぶ差は詰まっていますがまだ6番の中田がわずかに前に出ています。その差が一定し、ここでへさきがかかってきた、並んできた2番の刺激、2番の刺激が内から6番の中田を捉えて最終ターマークの旋回、2番の刺激が先に丸、6番の中田が内をつく、差しは届いていません。最後は2番の刺激が逆転の3番手です。先頭は1番原五輪、4番新田五輪、2番刺激五輪、6番中田五輪、5番原田五輪、3番松浦五輪。シリーズ2日目、レースは第2レースです。昨日初日はコース枠なり基本でした。今日はこのレースかなり動きがありそうです。動いてきたのが外の5番向井寿、6番熊谷、今センターあたりまで入ってまいりました。注目の待機水面コース取り、まずインコースは1号艇岡山原義明、そして2コース3号艇となりまして福岡倉尾大輔、3コース5号艇兵庫向井寿浩二、4コースに6号艇東京熊谷直樹、1356、そして2対4となりそうです。5コースは角か2号艇東京永田修司、大外と6コースに4号艇愛知の藤原貴人です。さてもうこの第2レース注目もコース取り、そして顔ぶれ、昨日連勝の2番永田、そして5番向井寿、6番熊谷と強豪 A 級メンバー3人揃いました。5番向井寿、昨日は6コースから大まくり炸裂です。6番熊谷、昨日1、2着メンレース2着です。進入スタイル4対2スタート10秒前、外2艇から進入開始、進入コースインコースから1番3番5番6番ダッシュ2番4番です。第2レース予選競争1秒前スタートしました。1番6番そして2番といったところがいいスタートが1周の1マーク、さあ5コースカードから2番の永田修司果敢にまくってきました。あっという間に先頭を立った2番永田修司です。2番手争いが早くもここが焦点か、まず4番の藤原が2番手、コロッテ1番6番3番しんがり5番の向井寿です。あまだここは2番手以降が接戦混戦模様であります。スタートは正常でした。第2ターンマーク2番永田修司から内から6番の熊谷、いや膨らむ、そこを指して4番の藤原も粘っていますが、外から6番の熊谷が並んで抜き去るのか、内からもう1手1番の原も来る、ここで2番手6番の熊谷が浮上、2番6番上2手、後ろ1番4番3位3番と3番手争い、外全速で4番の藤原貴人が3番手争いから今リードを取って上位3で現在は2番6番4番偶数枠3艇です。後続3番5番1番内から並んだ状態です。独走2番の永田修司です。早くも3連勝見えてまいりました。2番手以降接戦から6番の熊谷直樹が現在単独2番手、
4番の藤原貴人も健闘しましたが途中2番手から3番手に交代、その4番藤原を追って3番5番、3番の倉尾、5番の向井女が追走中です。まもなく最終第3番からバックへ2番6番からあとは3番手4番の藤原貴人がキープしています。後ろはまだ5番3番のこの2人は4番手並走状態の形、残りあと半周です。2番6番そして4番の順で最終第2ターン幕へ向かっています。2、6、あとは3番手どうやら4番藤原がキープの模様、まもなくゴール、先頭2番の永田五輪、2番手6番の熊谷、3番手4番の藤原、その後は5番3番、最後1番の原義明ゴールいたしました。以上熱戦の第2レース予選競争でした。第2レースの確定をお知らせいたします。1着2番、2着6番、3着4番、以上でございます。戦の第2レースピットアウトになります。予選競争第2レースの開始を迎えています。並びは現在は下りとなっています。対戦の6選手は1号艇岡山ベテラン原義明、2号艇が大阪藤井徹、3号艇地元群馬支部から中里秀夫、4号艇福岡若手の中田達也、5号艇が広島 A 番級は岡谷健吾、そして6号艇静岡渡辺正成、以上6メンバーの対戦です。向かい風現在は4メーター前後となっています。まもなくスタートまで50秒前です。陰線には1号艇の原義明は今日はこの絶好枠1回走りとなっています。2コース2号艇の藤井徹、コーモーター53号機を手にしての7日間、3コースには地元区対3号艇の中里、人気の一角です。角に引っ張って4号艇福岡ヤングパワーに中田達也、この気流は得意水面、5コースから力量上位は5号艇の岡谷健吾、サイアウト6号艇の渡辺です。すんなりと枠なりの3対3、アゲンストの数は変わらず 3,4 メーターとなっています。日曜開催で迎えました開催初日予選競争第2レース、今スタートまで10秒前を切っています。最終の進入体系は枠なりの3対3、体系はインコースから1番2番3番4番5番6番体系、今スタートいたしました。3コースから3号艇、5コースから5号艇、わずかにコーススタート、1周時マーク、最初の勝負ところでありますが、インカーによる体制、1号艇、3号艇、つく前、5号艇がまくり差しのハンドル、バックストレッチ、突き抜きました、3号艇、5号艇の突破争いと変わっています、3号艇がしかし一定心しのいでいるか、5号艇、へさきかかってくるか、完全にこの2艇のマッチレースの様相、その後は3艇心空きまして、6号艇の渡辺、単独の3番手、向こう正面から2マークの旋回、スタート前提、正常、今度は5号艇が先前体制、3号艇が差し返す第3マークでありますが、ここでトップに立ったのは力量上位、5号艇の岡谷健吾、リードは現在2艇身半ぐらい、2番手追走、3号艇地元の中里追走、その後は5艇身空きました、6号艇の渡辺単独の3番手の追走、536の体勢、4番手1号艇春と2号艇の藤井が並んで最後方追走、4号艇の中田です。一騎打ちを制しまして5号艇の岡谷健吾が主導権を握っています。リードは早くも3艇身ちょっとと広がりました。2番手追走は3号艇の中里、その後ろも5艇身上空きまして、6号艇の渡辺正成単独の3番手の追走、その後は3艇身半空きまして、2号艇の藤井がわずかに4番手に浮上、5番手1号艇の原、大きく置かれて4号艇の中田という体勢です。早くも縦長の展開、5番3番6番の体勢が完全に固まって、レースはこれから最終周回、残り1周に入っていきます。セーフティリードを固めて5号艇の方に、2番手追走、3号艇地元中里、3番手6号艇渡辺、4番手2号艇の藤井、5番手1号艇の原、最後方追走4号艇の中田、中田がこれから残り1周に入っていきます。上位の体勢は5番3番6番体勢、2連単の5、3の組み合わせでありますが、
これは 12.2倍、3連単5、3、6の組み合わせはなんとこれは満州でありまして 115.1倍を示しています。後方向かって2番1番4番という体制、ラスタンマークを上位2艇が早くもクリアいたしまして最後の直線コース予選競争第2レース、ここは3着イマールという体制でありまして3連単マンフラケンです。今1着で5号艇岡谷ゴーリン、2着3号艇中里ゴーリン、その後3着6号艇の渡辺ゴーリンです。さらに2号艇の藤井は4着、1号艇の原吉明5着、最高峰でありますが4号艇の中田達也今6着で合輪です。